イメラジオ第1602回、今日は平成31年3月24日日曜日です。時刻は午後1時、横浜港北、日曜日のお昼下がりです。今日はとっても良い晴れた日で、街はキラキラしていますね。日曜の港北です。ただし霞かかっていますから、丹沢の稜線もぼんやり、富士もぼんやり見えるだけです。今日は午前中ぐだぐだ過ごして、そしてお昼になってこの夢ラジオの放送です。日曜日の夢ラジオ、今回は哲学のお話。マルクス・ガブリエル、なぜ世界は存在しないのか、なぜ世界は存在しないのか、この章を取り上げましょう。2013年にドイツで出た、そして翻訳も2年くらい前に出ましたね。だからまだ新しい章で、このガブリエルって人、若くしてボン大学の教授となり、日本にも来ていろいろ講演やってるようですね。存在論、オントロギー、それをこの気鋭の学者さんがどう考えているのか、それを考える上でこの書は格好の入門書、入門書ですね。哲学もしくは存在論への非常に分かりやすく書いてあり、そして日本語の訳も分かりやすく書いてあって、ですからそのね、ハイデガーの存在と時間とか、あるいはそのヘーゲルの精神分析学とかさ、3ページぐらい読んだら頭痛くなるじゃないですか、はっきり言うと。けどそういうものではありません。ですから講談社から訳が出てますけど、読んでもいいかなと。ただ図書館でこれおそらく借りようと思っても待ってる人数がなんか何十人もいそうですね、これ。さて、なぜ世界は存在しないのかというこのタイトルから分かるように、ガブリエルさんはその世界は存在しないと言ってるようです。で、世界が存在しないってあるやないか、今目の前に。それについて考えてみましょう。ちょうどこの夢ラジオでもフッサール、ハイデガー、そして最近のハーマン、彼らの議論を中心に存在論を展開していますから、このガブリエルの書も考えに入れといていいでしょう。結局カントから始まるんですね、やはり議論は。そして物自体は認識できませんと、現れしか見えないんです。で、ここから近代の認識論は出発した、存在論も出発した、近代のね。けれど物自体っていうものに蓋しちゃって接近不可能にし、そして現れの部分だけがそれぞれの主体に個別に見えるだけなんですっ
するとそこから派生する哲学は全て相対主義あるいはニヒリズムになる。それは確かにそうです。つまり僕はこれをこう見えているけれど、君にはそう見えてるとは限らないんだよね。そして、ということはそれぞれの主体がなんとなく自分の中の世界の表象というのは持っているけれど、それを互いに、コミュニケーションし合うことができず、それぞれが個の中へと放り出され、そして世界と直な触れ合いもできない。結局、カント哲学から導けるその個のありよう、主体のありようというのはそのようなものになります。ポストモダンにおいて、そういう実存的な個のありよう、それが極大化され、その個が、あるいは主体が、どん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 無定型な方向へと伸びていく。それぞれの関係を立ったままね。ある時はくっつき、ある時は離れ。そして、次何が、どんな集まりができるのかはわからない。で、そのガブリエルは、この相対主義ですね、さっきの。僕にはこう見えてるけれど、君にはまた別な風に見えてるんだよね、というこの相対主義。僕たちは本当に同じものを見えてるっていう確信得られないよね。じゃあ、それぞれ殻に閉じこもろうか、というこの相対主義、つまり実在には触れないというこの考え方に対して、いやと。例えば ABC という主体があって、それぞれの人が単座を見てるとしましょう。相対主義によると、 A の単座、 B の単座、 C の単座がそれぞれの現れとして表彰され、それらは互いに協約不能というこういう形ですね。で、結局実在には到達できず、物自体は最初から封印され、なんとなくそれぞれがもうお互い目をそらし合いながら、どっか漂っていくみたいな。で、そうでなく、その現れではなくてね、現れではなくて、 A にとっての単座は、 B にとっての単座は、 C にとっての単座があるのですが、ただガブリエルもそう言うんですけど、その A にとっての単座はそれはそれで実在だ。その人にしか見えてない表象であったとしてもそれは実在だ。B にとっての単座も同じ。C にとっての単座も同じ。それぞれのにとっての単座はそれぞれ実在なのだ。それは実在だ。じゃあ、それ言うんだったら、単座を空想する私はどうですか？夢の中で単座を見た私はどうですか？ガブリエルはそれに対しても、はい、その空想であれ夢であれ、そこで出てきた単座はやはり実在なのですと。そして、その夢であろうが空想であろうが、実際に見たのであろうが、そこで単座が出てきたその実在は、例えば自然科学者たちが何かの客体を観察分析する時のその実在と何ら変わりはしない。ですから、実在
をものすごく広げたわけですよ、ガブリエルは。実在の領域を。つまり、実在はどこかに遠いところにドンとあって、そこからの光しか見えてこない。その見え方はそれぞれの主体のカテゴリーによって変わってくるという、そんなんじゃなくて、それぞれの主体によって見え方が違うかもしれないが、その見えているものというのはそれぞれ実在なのだ。それは存在もしてる。そして意味ということをここでガブリエルは言うわけですね。つまり、何かが私にとって表象する場合、その瞬間意味発生します。丹沢見てもいい、リンゴ見てもいい、観覧車見てもいい。その存在とは意味の現象である。これがキーワードですよ。存在とは意味の現象である。存在とはその意味の生成の場。存在とは意味の生成の場。つまり、夢の中で丹沢が出てきても、その夢の中で丹沢は意味を伴って表象されたじゃないですか。すなわち意味が炸裂していると。それはそれで、その時にそれは実在しているんです。存在しているんですと。というわけで、そのそれぞれの人が世界ですね、それぞれの人が世界について、ここが大事なとこね、それぞれの人が世界について何かを表象する。それぞれの人が世界について何かを表象する。そのそれぞれの表象は実在している、存在している。けれど、その意味の場において表象された、意味の場において現象された、その存在がそれぞれ実在であるからには、以前想定されていたもの自体ですね、この世界というんでしょうか、世界そのもの、これは存在できないと。確かに世界そのものを私たちは表象できない。できますか？世界そのものを表象する、あるいは世界そのものを語る、これはできない。けど、世界について表象したり、世界について語ったり、そう、世界を現象させることはできる。そしてその世界を現象させるとき、それは実在なのであり、けれどその実在が保証されるためには、世界の存在はない。世界は存在できない。これが最初にあって、その存在しない世界、それについての現象、それは存在する。こんな議論。そして、この議論を進めることによって、とかくね、世界は本当はどこか遠く彼方に実在としてあって、それを憧れながら結局到達はできず、なんとなく下を向いてしまい、個々の人たちもそれぞれそっぽ向き合う、そんな生き方でなく、そのどこか彼方にいる世界はないので、そして本当にあるのは君や僕の現象なので、それを主体に置こうよ。そしてその君や僕の現象だったら、それは語り合えるわけだから、それを互いに語り合おうよ。そして意味を炸裂させ、共に生きていこうよ。こういう哲学ですね。確かに、山の彼方の空遠く
ていうところにもうアクセスしえない世界の実在を夢見、それに列位する現れの中で、こんなんじゃない、あんなんじゃないと言いながら互いを見つめ合えない、まあ、20世紀の実存人間ですね。これに対して、いや、その空の山の向こうの空遠くに何もありませんからね、落ち着いてくださいよと、ね、ありませんから。そしてあるのはあなたであり私であり、あなたや私の現象なんですから。ですからその意味が発生するこの場をより生き生きとしていきましょう。そこには上下ないよ。なんか以前から紹介しているオブジェクト思考存在論とともに楽に生きていけそうな、そして、まあ、ファシズムは起きそうにないですね、このような哲学からは。あるいはさっきのオブジェクト思考存在論からも。かつ実存主義のニヒリズムにも陥らない。目の前生きようよってやつね。そして現象をそのまま見ようよってやつ。だから現象学の知見もなんかこうフッサールやハイデガーのようではなく、けれどそれをも踏まえた議論をと、21世紀の哲学の形がぼんやり見えてきましたね。このガブリエル、今年39になるお方なんだそうです。ちょっとフォローしてみましょうね、この夢ラジオでも、リスナーの皆さんでも。実は興味持ってらっしゃる方多いでしょう。今書店の人文のところへ行き、そしてそこの最新哲学みたいなところをパラパラッとめくったら、まあこのガブリエルがまあ巻頭に出てきたりしますね。だから今注目されているお方ですよ。夢ラジオ第1602回、今回はマルクス・ガブリエル著「なぜ世界は存在しないのか」取り上げました。日曜の午後です。明るいですね。